佐用駅は、兵庫県佐用郡佐用町佐用にある、西日本旅客鉄道及び地図急行の駅。JR 西日本の管轄駅である、佐用町の代表駅。1955年3月1日の合併によって、町名の読みが佐用から佐用に変更されたが、駅名の読みは佐用のままで変更されていない。JR 西日本の姫新線と、 地図急行の地図線が乗り入れ、両路線の乗り換え駅となっている。姫新線の系統境界駅でもあり、姫路方面からの列車の半数程度と、津山方面からの全列車がこの駅で折り返す。残りの姫路方面からの列車は、隣の光月駅までの運転となる。なお、2010年3月13日の高速化事業完成以前は、朝晩を除いて、 全列車がこの駅で折り返していた。また、地図線を経由する特急、スーパーハクとスーパー稲ナバも全列車が停車する。作用駅を光月側から見たところ、向かって右側が JR のホームで、左側が地図急行のホーム。2010年8月撮影しまホームに目ミ温泉を持つ。駅の入り口側から地図急行の1.2番線。 JR の2.1番線の順に付されている。地図急行線、JR 姫新線ともに一面二線のホームの構造で、ほぼ同一の平面上に線路が敷かれているものの、双方の線路は接続されていない。JR 側の線路の外側には側線を備えている。地図線の当初の工事実施計画では、この駅の上凍り方に山脇信号場を設置して、 地図線が姫新線に合流し、作用駅で再度分岐する計画となっていた。しかし、線路容量や保安上の問題、作用駅の構内配線上の問題などから、1975年の工事実施計画変更により、現状のように立体交差に改められた。出刷窓口、駅事務所は地図急行一番線の真下にあり、森津地区間だが、平面図だけ見れば、 まるで高架駅のような配置である。出刷窓口、駅事務所は、駅前広場より2メートル程度低く、階段を十数段降りるようになっており、洪水時には水没したこともあった。地図急行の開業1年程度前に、改装工事によって、ほぼ新設駅の景観となり、旧駅由来のものはなくなった。JR 西日本、地図急行とも、自動券売機を備えている。 地図急行のものは自由席特急券も販売している。なお、当駅は姫路鉄道部が管理し、JR 西日本交通サービスが地図線も含めた駅業務を受託する業務委託駅である。改札外に待合室が設置されている。姫新線車両の夜間対白も設定されている。以下、ホームについては、JR 西日本管轄部分が番乗り場、 地図急行管轄部分が番線と案内されるため、本校でもこれに従う。1日平均の乗車人員は450人である。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。かつてはウエスト新規の路線が運行されていたが、廃止やコミュニティバスへの移管が行われた。西日本旅客鉄道系姫新線、快速作用駅交月駅普通。 ハリ徳久駅作用駅、コ月駅、地図急行、地図線普通久崎駅作用駅、平福駅。ありがとうございます。